止めた瞬間向こうでガサッと落とした。向こうにお仲間さんがいるな。よいしょ。ほら、一応あそこにね、あの笠間市って書いてある表記、なんつったらいいの、あれがあるね。ここ通ってきたんだよ。すごくない？帰りどうする？いて。失敗したな、幸代さんだったかな。もうこういうね、腐ってる木は折ってっちゃおう。それしかないよね。よっこいしょ。もう手ぶれとか関係なしだからね、今ね。このぐらいの身長だったらこれさささささっていけるんだけどね。そんな身長じゃないんで。危ない危ない。あの誰か、そういえば匍匐前進してった人がいたな。なんか来たかな、あの分岐。分岐器？あ、分岐器。分岐器来たよ。ここから先はどうなってんだろうねって言った場所まで来ました。はい、こっから先は行き止まりです。なんだよ。おいおい。いや、でもこれは違うよ。行き止まりに見せかけといての、本当は旧道があるんですって。寝な。こっちは？ああ、鼻がおかしいね。一応ここ川なのね。あ、道あるね、こっちはね。うん、はい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 。で、ゴミもチャラチャラ怒ってるっちゃ怒ってる。で、この辺ちょっと探ってみますか。向こうだだっ広いな。向こうなんかありそうだな。ちょっとあのゴミを探しながらも、いって、もう、うざい。ほら、ゴミ落っこってる。なんでしょうね。ああ、なんか土のうだな。一応ここほら、ルートになってるよね。車軸の跡があるね。ここね。ということはこっち道だね。あいや、あいや、どうやって行けんの。こうか。はい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 。ほら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 。車軸の跡がまあもう。あるんだよ。だからここは、道だったんでしょう。ん？なんか車の走ってる音が聞こえるということは、そこに道路があるのかな。ほら、だだ広いよ。なんかあったんだよ、ここ。ほら、ここー
道路ですかね、駐車場ですかね。何の駐車場だったんですか。お待たせしました。はい、129-11 って書いてあります。栄養ドリンクですかね。大正製薬の栄養ドリンクはいまだにこのナーリングっていうものがないもんなんで、ちょっとわかんないですけど、でもこんなところ人来ないでしょ。古いよね。昭和60年までだとしても、もう昭和の遺物っすよこれ。多分平成になってからはないって信じたい。はい。だからここまで来まして、ガードレール作った作業員が。もう一踏ん張りで頑張ろうっつってこの栄養ドリンクを飲んでかっぽったやつです。冒険コースは本当に冒険だったね。助かってほしいと思う人がちらほら現れる。そんなことを考えてない。赤い血は流れているの。なんでなんでなんで。あ、こっちか。こうか。本当かよ。え？